パンケ沼と、リシリフジ。サロベツ玄野の故障は、データンチから進出した鉄分を含み、赤く濁っている、サロベツ玄生花園とリシリフジサロベツ玄野は、北海道北部にあるとヨ町とホロノベ町の海岸線沿いに広がる湿原である。宗谷丘陵南西側に位置する湿原であり、データンチ。独特の植生が豊富に見られることから、一部の区域は、特に、 サロ別原生花園と呼ばれることもある。東西8キロメートル南北2 7トルで、面積は216平方キロメートルにも及ぶ、広大な湿原である。2005年11月8日には、ラムサール条約に登録された。上、サロ別原野と、下サロ別原野に分かれ、校舎は、リシリレイブンサロ別国立公園の特別保護地区で、あり、ペンケ沼、 パンケ沼といった沼地が点在する。泥炭性の低湿地であり、海岸砂丘とその背後にある、草野丘陵によって阻まれた石湖が、泥炭による長い堆積作用によって形成された。日本国内の泥炭地としては、石狩平野や釧路平野に次ぐ広さである。国指定さ路別長寿保護区に指定されている。また環境省により、日本の重要湿地500の一つに指定され保護。 されている。地元の主産業は、落農で、昭和30年代に、畑作からの転換が進んだ。観光施設として、法府町内に、サロベ別出現センターが、ホロノ延町内にホロノ延ビジターセンターがある。日本の秘境百選の一つに数えられる。アイヌ語の、皿オペ、もしくは、皿オマペ。サラペ、に由来し、いずれも、あわら、にある。 川の意である。その種類は100種以上にも及び、以下のような花が初夏初秋にかけて見られる。以下のような動物が見られる。落農の発展に伴う農地整備に伴い乾燥化が進行し、熊笹など乾燥性の植物が外部から侵入してきている。また、農地化に伴う冷淡地からの放水路の改作などに伴い、湿原の水位も低下してきている。 出現保護の機運が高まり、放水路への地下水の流出を防ぐ取り組みが地元や国の連携か実施されるようになった。自然再生事業が盛んに取り組まれているが、データンの形成は1年間に1ミリメートルという非常にゆっくりとしたものであり、出現の再生には長期間を要する。2020年には日本野鳥の会と NPO 法人サロベツエコネットワークが 島王子保護地として、原野のうち14.8ヘクタールを購入した。ありがとうございます。